はい、先生、2号です。こちらを見てください。カシッ。このこぼれちゃってるのは、最初から袋から出ちゃってたんですけど、この量、ヤスジオン2袋目をですね、ここに午後来て、ぶんまきました。で、あちらの方にも1個ぶん投げといたんですけど、もう、はかきとかやってる間にですね、もう持ってかれましたね。あんまりこれ、灌水チューブの、メインの給水の塩ビなんで、水漏れしてるんで、ここに近づけるとですね、溶け出してしまうんで、ここなら暖房機の下なんで、ボーンとぶん投げといてもですね、特に農作物に被害はないと思われるんで、多分一晩でですね、もうここにあるってことを、ミッキーマウスは覚えてしまったんで、結構減ってると思うんで、ちょっと明日の朝、期待しておきます。はい。ってことでですね、いろいろまあ、考えてたんですけど、機肥材とかですね、ぶっ込んでもですね、結局、部分的には忌避されるのかもしれないですけど、その、ちょっと10センチ、20センチ離れたところはですね、全く、機材が効果が出てません。なぜかというとですね、今日もですね、午後ハウスに来て、もう真っ逆様にですね、このポイントに来たんですよ。そしたらですね、もうネズミがコソ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 っと、朝と同じですね。で、やっぱり穴の中入ってきました。で、結局ですね、やっぱり何が一番いいかっていうとですね、やっぱ毒餌。で、モグラよりもですね、むしろネズミで、このガリガリが発生していたということがですね、今日ある程度確信しましたね。はい。むしろモグラも出てっちゃってるかもしれないですね。匂いとかがですね、ネズミよりも敏感だと思うんで、そうですね、いろいろモグラ対策もやってきましたけど、むしろこれでですね、決定的な殲滅作戦になるのではないかと、まだ半信半疑ではありますけど確信してますね。はい、ヤスジオンいいですね。はい、この暖房機の下も結構ですね、穴が開いてるんですよ。で、そこに禁止剤ぶっ込んだりとかしたんですけど、他からまた穴が出てきてるんで、これじゃですね、モグラ叩きゲーム、まさにモグラ叩きゲーム、はい、私は遊んでるわけじゃありませんので、もう毒餌を巻きますね。はい、ということですね。本日もお疲れ様でした。今日もハダニがまたちょっと発見させちゃってですね、新摘みとかが間に合ってないですけど、はい、最初はピーヨピーヨ、あっち向いてほい。じゃあまた、あとですね、ちなみに紅しぐれ大根はですね、5個あります。5袋、一応ある方がですね3袋ぐらい買ってくれると言ってたんで、明日準備しておきます。はい、軽トラックに乗せておきますんで、残り2つはですね、もう行く先が決まってます。農協のですね、園芸指導家とですね、園芸企画家の女性の方が一応欲しいと金曜日言われたんで、この2つで、一応感想を聞いてですね、次回またつけるんですけど、また量を確認したいと思いますね、その時に。はい、多分また買ってくれると思うんですけど、結構好評ですね。はい、特にもしかしたら、まあ、男性も好きな方多いですけど、女性もハマっちゃう人がいるかもしれないんで、ちょっと一人に多く売るんではなくて、いろんなところに私出没してですね試食してもらって、売るという形で、もう年中行事にしたいですね。毎年11月、だからちょうど JA 祭りに間に合えば、 JA 祭りで100袋ぐらいバーンって出してですね、1袋1000円でも売れちゃうと思うんで、
10万ですよ。はい、いい小遣い稼ぎになるんで、どうかですね、農協職員の方見ていらっしゃったらですね、もしそれいいなということであれば私やりますんで、千袋作りますんで。無理だな。まあいろいろ家族にも手伝ってもらってですね、やっていこうと思いますんで、その代わりその巻く量とかも増やしますけど、はい、あの手間をかけてですね、やっぱり愛情込めて健康志向で作ってるっていうところをですね、もっとアピールして、どんどん食べても体に悪くないよっていうところですね、もっと伝えていければもっと売れるんじゃないかなと。はい、あの毒々しい赤色は着色料ではないですからね、まあ、ある意味天然の着色料ってやつですけど、アントシアニンですから目にも良くてですね、体にいい成分なんで、はい、ぜひ、最低2つ、はい、ぐらい買ってくれるとですね、嬉しいですね。2つを1週間で食い切ってほしいですね。そうすれば毎週買ってもらえるんで、はい、以上です。申し訳ございませんでした。